びグローバルスタジオです。明日はこちらウクライナのナショナルデーです。今日は国の魅力、そしてナショナルデーの内容をご紹介します。ではウクライナの場所を地球儀で確認しましょう。ヨーロッパの東の端に位置している国です。ロシアやルーマニアなど7カ国と国境を接しています。南は黒海に面しています。面積は日本のおよそ 1.6 倍、人口は5200万人、首都はキエフ、公用語はウクライナ語です。旧ソ連時代、食糧倉庫と呼ばれていたウクライナ。国土と呼ばれる肥沃な土壌は小麦だけでなく豊かな歴史をも育んできました。首都キエフは後のロシア帝国発祥の地として1500年余りの歴史があります。最盛期には400カ所もの教会があったと言われるキエフ。11世紀に建てられた修道院や教会が当時の面影を忍ばせています。市の中心部には市民の憩いの場所としてにぎわう独立広場があります。去年の大統領選挙では多くの支持を集めてユーシェンコ大統領が選ばれました。さあ、スタジオにはウクライナ館から館長のギュドミラ・ロマカさん、そして通訳にウクライナ館のクセニアさんにお越しいただきました。こんにちは。よろしくお願いします。まずロマカさん、ウクライナの魅力を教えてください。Расскажите трошки про Украину. Завтра ми святкуємо 14 років нашої незалежності, але маємо давню дуже історію, 6 тисяч років. 明日はウクライナナショナルデーで、もう旧ソ連から独立して4年間になっています。とっても若い国ですけど、歴史はとっても古くて6000年ぐらいですね。6000年ぐらい。とても歴史があるんですね。さあ、そしてパビリオンから素敵なものを持ってきていただきました。こちら鶏の卵と、こちらダチョウの卵。これにこういったカラフルな色を塗っているんですけれど、これはロマカさん何ですか？Що це таке, пані Ломака? Це наші давні традиції, розписання писанок. Це これはピサンカというものです。ピサンカ。ウクライナの伝統的な芸術の一つですね。はあ、女の子のアンニチカについての歌です。楽しい歌です。はい、そうですか。そうですね、アンニチカのお父さんは、娘はとっても結婚してほしいですけど、彼女は自由が大好きで、それについての歌です。はい、ではアンニチカお聞きいただきましょう。どうぞ。ウクライナのナショナルデーのスケジュール見ていきましょう。